ウソもオグリンです。今回はサイドオーダーで超鬼畜企画やっていこうと思います。今回やっていく縛り内容こちら、ハッキングなし&チップを1枚も取らずに30回クリアは可能なのかということで、前回ねチップなしで攻略やりました。まあその結果簡単やったんですけど、今回はついに来ました、ハッキングなしバージョン。はい、これ初めて見た人言いたいことわかります。どうやってチップ1枚も取らずにやんねんと。それを可能にするのがこちら、ハチのパレットですね。このハチのパレットはね、ハッキングを1個するごとにセットできるチップ数が6ずつ、はい、減っていくんですよ。で一番少なくて6になると。でまず全く関係のないものを5個ハッキングします。そうすることでセットできるカラーチップ数が6で、なおかつその6枚を全く関係のない音波ダメージとか塗りドローンゲージとかを取って埋めます。正直6枚集めてからがスタートなんで、ちょっとこのフロアリセット、これをね、これをハッキングして6にします。これでネリコイン50になるんで、6枚だけいらんの集めて、それ以降はリセットしない、そういう感じでねやっていこうと思います。果たしてハッキングチップなしで30回は攻略できるのか、いざチャレンジしていきましょう。さあ始まりました。ここからはまずいらないものをね6枚取る必要があるので、ここはほんまにねリセットがないと難しすぎるんですよ。うん、もうすでにさ、ほらすでにこんだけやって1枚も出えへんねんでしょ。突撃ダメージも一応コマ乗るからダメなんですよ。じゃあここはフロアスキップしまして、時間ドローンゲージ、これはいけますね。うん、ドローンゲージ溜まったところで何もできないんで取ります。いやー、これがね縛りの中で一番難しいやつやと思うんですよ。これを超える縛りは間違いなく存在しない。なぜならそういう、なんやろ、姫ドローンだけで攻略するとか今までやってきたんですけど、そういうのってね序盤がちょっとめんどくさいだけで、後半はね最強になるじゃないですか。でもこれに関してはそれがないんですよ。後半になれば簡単になるじゃなくて、後半になれば難しくなるんですよね。敵が増えてなおかつ貫通も何もないから、こんな感じで敵が倒せないんですよね。その物量の中でどうやって攻略するのかっていう、それが間違いなく難しい。はい、1回は無事クリア、ナイス。せやからスペシャルをウルトラ着地じゃなくて最強のトルネードとかに変えていきたいんですよね。じゃないと絶対後半きつくなるから、移動ドローンゲージ、これも関係ないですね。 OK。 例えば後半のあの物量やとポータルとか選んじゃうとね、間違いなく移動ができにくくなるのよ。だからそれをトルネードとかで補っていくみたいな、そういう攻略法が必要になってくる。よいしょ、 いけ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 。うわ、なんか吹っ飛ばへんな。銃の威力が低すぎてこれ弾が飛んでいかねえ、マジで。ハッキングに今までどれだけ甘えてたんだと、それを認識させられるね。さあ3階ラッキーボム確率、これもダメですね。はい、移動ドローンゲージ、これ OK やな。よしよしよし、埋まってる埋まってる。実はこれ取る前にリセットなしでもやってみたんよ。その結果ね6枚集めることできませんでしたはい、さあもうこういうのがやるのがしんどいよ。よいしょ、簡単ですらこの殲滅力やからね、この数でこれを後半の激ムズなんかできるわけないでしょそれをどうやってやんねんっていう、それを攻略してみせようぜっていうね。うん、ズッカンもおぜ、ドラゴンボール、はい、でんでげでんでげでげでげでんでんでん。まあ、今回クリアが目標なんでね、簡単なやつゴリゴリ選んでいこうかなっていうことで、はい、自販機もこれ使って、スルーしていきます。そう、自販機スルーがかなり大切。ちょ、見るだけ見る？トルネードとかさすがにこうやんと思うけど、見るだけ見る？お金ないから買えへんけど。おー、危ねー。はい、6回。あー、メガホンレーザーあかんな。ここまで来たんやったら生かしてくれ、マジで。ここまで来たんやったら生かしてくれ。うわー、ちょっと待って。リセットできんから、ここはスキップするしかないな。頼むぞ、次リセットできんから。お願い。うわ、終わった。やり直します。
はい、時間ドローンゲージ。はい、撃破ドローンゲージ。はい、時間ドローンゲージ。トルネードは出ませんでした。はい、5回も自販機、トルネードは出ませんでした。はい、撃破ドローンゲージ来ました。はい、6枚目、音波ダメージ来ました。はい、この時点で6枚、すべてが全く関係のない、チップ実質0枚と、はい、いう縛りが完成しました。ここからは、あとは攻略するのみということですね。さあ、自販機があるところは自販機でスルーしていきます。でね、これ一概に簡単なやつだけ言っとけばいいっていうわけじゃないんよ。後半ね、激ムズばっかの時にスキップする用の練り込んよね。残しとかなあかんから、特に20回以降はね、1個スキップするのに1000かかるから、だからここで稼げる時に稼いとかなあかんのよね。だからここはもう、はい、取ります。で、ここからはリセットも禁止です。はい。なので、これでハッキング完全になしになりました。ここから果たしてクリアできるのか、俺の本当の挑戦が始まるということで。さあ、まず簡単の激ムズはまだまだ、はい、まだまだいきますよ。舐めてもらっちゃ困ります。この程度でくじける僕じゃないですよ。はい。はい。おっと、壊れない？あーっと、これで破られる？いや、マジで。一回、ちょんって。小指でチョンってされるだけで、俺、うわ、いたー言うて、当たり屋レベルの反応してるから、今。すぐ痛がるから、それだけ気をつけて。よいしょ。はい、ボム。あーっと、ボムが。これ、ボムとまとめて、こうやってね。ポータルは、ボム、着地、メイン、ボム。この、コンボで確実に1個割る。それが大事なんよ。はい、ボス来ましたね。10回。ここは超えていきたいところ。閉じこもりと反発のフロア。うわ、これ、時間かかるやろうなぁ。マジで。よいしょ、今メインすごい威力低いからね。ここボム投げて、初手、はい、投げてくるんで。よいしょ。まあまあ、でも、無理ではないかな。うん、できれば、異界のカノンが良かったんですよ。10階の異界のカノンは、シールドがね、アーマーシールドが3つ置いてくれてるんで、あれが後半に来られるよりは、前半で終わらしときたかったっていうのが本音なんですけど。よいしょ、もうこれは一気にやっとこうか。うん。まあ、早終わらせよ。これ長引かせるだけ損やから。よいしょ。オッケー。第一段階。はい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 。よいしょ。ウルチャでやれへんのか。なるほどね。ちょっとちっちゃいのが多くなってきたな。うざいぞうざいぞ。あー、危ない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 。ちょ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 、びっくりするびっくりする。あ、びっくりしたびっくり。ちょそれレーザー一瞬でもあかんの？そんなシビアやった？これうわ、なんか想像を超えてきたな。あんなレーザーであかん。やばいやばいやばい。いや、マジで気をつけよう。ほんまに一瞬でも気抜いたら負けるから。もうハッキングに体が慣れちゃってんのよ。よーし、オッケー、いったー。はい、11回。ここからが本番ですね。とりあえず、トルネードを引いていきたい。いや、ウルトラ着地もさ、緊急用の、あれでいいんやけど、やっぱこっからね、ポータルとか引いた時きついから、トルネードがいいんすよね。雨降らしは関係ないし、クイックボムもそんなに強くないかな。スプラッシュボムでポータル割りたいから、ここはスルー。はい。で、ここはね、これ二つ山のフロア。これはね、多分無理なんですよね。あんまり移動はしたくないから、飛び跳ねるぐらいやっていけるかな。うん。この12から20の間にも、ちょ、練りコイン貯めとかなあかんので、まあ、理想を言えば、5000貯めとけば5フロア分スキップできるから、まあ、行こう思ったらね、いけるんですよ。で、このステージに関しては、このバネちゃんだけ。そう。ほぼほぼバネちゃんがメインで出てくるんで、まあ、そんなに脅威じゃないかなと。うん。いう感じなんですよ。いやー、ちょ、待って待って待って。はい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 。バネちゃんはもう、おねんねしといてねーって。はい。よいしょ。いや、マジで遅いな、これ。関門突破が。はい。よーし、いいよ。順調、順調。ちょっとここ、ボムで、
ボムで一気に減らしとこか。ボムで減らして、ああ、ちょっと少なくなってきた。はい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 。はいはい、もうギリギリまで、ギリギリまで引きつけて、こう。オッケー。はい、次。いや、だからエリアはね、エリアは良くないのよ。これ、防衛すんのが絶対に不利なんで、こう、動き回りながら戦うからね。敵倒すの時間かかるから。だからエリアは多分行かへんかな、今回は。はい、バッテン坂のフロアもまあまあ行けるでしょうと。で、ここで注意なんが、伸びる面ですかね。チャージャーの、イーが出てくるんで、まあ、それだけ気ぃつけとけばなんとかなるかなと。で、ここボムで、そう、ボムダメージがやっぱり、銃で撃つより、まとめて1800入るから、そこをね、使っていきたいんですけど、よいしょ。で、なんだかパチパチでもね、パチパチでもちょっとずつちょっとずつ、ダメージを与えていく。それが大切なんですよね。うん。よいしょ。はい。で、ここはもう、これの、はい、波紋でやっていくと。そう。うまいことギリギリ、倒すギリギリまで減らして、波紋でやる。で、関門突破すると伸びる面で出てくるんで、それだけ警戒ね。伸びる面ではちょっと、だいぶ厄介やから。待てよ。ここで落ち着いていかなあかんねんな。うん。このちっこいのやる。はい、来るよ来るよ。はい、いい来る。いい来る。いい来る。いい、オッケー。よし。で、ここもウルトラ着地。吐く。一気にやる。で、その間に進める。オッケー。完璧完璧。はい、ボールはまあ無条件で簡単なんで、これいきます。そういえば今思ってんけどさ、ボールの激ムズってあったっけ？なんか見たことないよな。やっぱボールはもう簡単っていう、そういう認識なんかな、公式も。よいしょ。ここ飛ばして。あー、引っ張ってくれへんか、磁力で。きついね。で、このチビが厄介なんで。いけ！飛んでけ！どうだ？いけるんちゃう？よし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 。よしよし。じゃあ、あとはもうここ引っ張ってもうて。オッケー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 。はいー。完璧ー。はい。ここは、デコボコ床のフロアがちょっと微妙やから、多分このフロアね、ブドウ出てくるんですよ。ブドウ出てこられたらもうクリア、絶望的になるんで、いや、ヤグラにするか。ヤグラの方が安定してそうやな。どっちがいいんやろな。ポータルの方が、ポータルの中も初手で1個潰せばそれだけで、枠回数減らせるからそっちの方がいいのかな。矢倉は一生湧いてくるからね。まあ、とりあえずブドウさえ出なければいいのよ。ほんまに。伸びるメンテさんはまあまあ。こ、待て待て待て。ここボムで。あーっと微妙。乗らんか。いやー、これ狙われんのいらん。あかかかか。やばいやばいやばい。やばい。待て。追いやられんの無理。追いやられんの無理。無理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 。あぶね、絶対死んだと思った今。あかか。インクない。インクない。早倒れて。オッケー。早倒れて。早、あかか。ちょっと進めて。オッケー。ちょっと進めて。よし。あー、怖い。マジで怖いよ。気ぃつけて。いい、よいしょ。はい、どうぞ、関門。はい、関門一旦突破ね。関門突破だけしてもうて、で、もう一気に上まで行っちゃおっか、これ。ちょっと強化されちゃってるから、それ一旦片付けて、伸びる面って、縮む面って、で、ちょっとスペシャルだけ貯めときたい。最終のとこ行くまでにスペシャルを、貯めておきたい。これ合わせる。タイミング合わせて、はい、OK。よし。で、ほっ。これは一旦降りてもいいか？ちょっと怖いから一旦降りようか？よし。で、向こうボム投げて。よし。ここ一旦登ろう。で、ちょっと進めて。オッケー。で、前出ます。ここ前出て。あかん、抜かれる！危ねえ、怖え。よし。いいね。はい、15回。ここは自販機でもいいかな。練りコイン50はまあ誤差でしょう。
このままウルトラ着地で行くことになるのかな。うわ、カニとか絶対あかんもんな。カーリングもまあ、いやでも微妙か。はい。あー、簡単。難しい。デコボコ床がトラブルちょっと怖いから、これ簡単かな。そう、簡単でも3つあるからね。そう、簡単でも3つあるんですよ、このステージ。で、このちっちゃい群れが出てくるから、まあまあまあ、でも、正直言うとちっちゃい群れの方が俺、脅威なんやけど。こいつの方がさ、塗り進んでくるから、できればあの小太りおじさんの方がいいんよ。そっちの方が圧倒的にやりやすいのよ、パチパチ入るし。出てこないで、出てこないで。いけ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 。よし。よし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 。はい。ここボムで、パチパチ入れていきたい。パチパチ入る？パチパチ入ってるな、入ってるな。オッケー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 。で、ここでボ、あーっと、伸びるメンテさんいる。はい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 。とりあえずこっち潰したい。危ない危ない危ない。よし。あっかか、危ない。危ない危ない。オッケー、アーマー出た。このアーマーでかい。よし、今。今今今今今。あ、もうこれ使おうか。ここ一旦つこって、伸びるさん。やれへんの？マジ？伸びるやれへんの？マジか、それ。それは予想外。絶対やったと思った。よし、アーマーに出た。これはもういけるっしょ。はい、オッケー。はい、18回。これは、更新して押し寄せる砦のフロア。これどんなやったっけ？てかさ、この状態のボーナスってさ、あのフィーバータイムこうへんのかな？どうなんやろう？ちょっと難しい、行ってみるか。トラブルの普通も嫌やしな。どうしよう、これ大丈夫かな？行って。あー、ちょっと待って、これ無理かも。ちょっと待って、いや、このステージね、だいぶきついんすよ。これね、そう、奥のあの右角のやつが、めっちゃむずいんすよ。これ真ん中はまあやれんねんけど、デカブツがね、縦になっちゃうから、よいしょ。マジでこれ無理。縛りの時もかなり苦労したんや、これ。よいしょ。とりあえずこれはやれんのよ、そう。これはやれんねんけど、これ以降がね、マジで無理やねん。いやー、これもうどんだけ時間かかってでもいいから、とりあえず今回ボムはあるから、そう、ボムで、なんとか削っていくか。お、よし、パチパチで。そう、ちょっとでもパチパチで。はい。はい。やっぱスプラッシュボム。スプラッシュボム最強なんよな、このゲーム。あ、いけるいけるいけるぞ、これ。はい。いけ、いけ、やれやれ。よし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 。よし、それやったらもう、いける。はいや、お前。強化後のお前、早っ。怖い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 、ちょっと待って、怖い怖い、もう怖いや、一旦やらして、一旦全部やらして、ほんまに怖すぎるこいつら。よいしょ、よし、ちょっと攻めます。ここ一気に攻めて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 、はい、もうスペシャル使う。オッケーで、スペシャル缶詰通る。オッケーオッケーオッケー、一旦片付いた、一旦片付いたから、はい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 。あー、たたたた。ボムでやったら。いや、ボム無理か。お、これ床塗りたい。そう、床塗って。あー、パチパチ入らへん？パチパチ入らへんか。そうやねんな。マジであの左角が硬いねんな。これまたボム作戦でいく？いけるかな？いやー、入って、全然削れへんねんけど。ちょ待って。めっちゃやってんねんけどな。マジで攻めるチャンスがね、なさすぎんのよ、これ。これ一旦下降りて、とかやった方がいい？おー、危ない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 、びっくりした、早すぎ早すぎ。でもこれ、行くべきか、もうこれ。行くべきやな。オッケー、もうこれして、こうして、はい、ちょっと目に打ってボム。おっしゃ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 、よっしゃいったー。あぶねえ、マジで。攻めるタイミングが、なさすぎだな。あー、めっちゃやった。で、こういう時に、フロアスキップしなければならないんですよ。
投げ込まれる窮屈なフロア、これいけそうな気するけど、トラブルってのがちょっと嫌なんよな。これスキップするわ。あーっと、回線ロンドか。いやー、ここ異界のカノン、いや、どっちの方がいいんかな。20回で挑むにはかなりきついボスなんよな、こいつら。よいしょ、まず、1個壊すのにこれやからな。めっちゃ時間かかんねんな。で、光ってるとこだけなるべく、あ、かった。待て待て。待て待て。ロックオンされるのまずい。マジでまずい。ロックオンはまずいよ。ほんまに脅威やから。よいしょ。オッケーオッケー。よしよし。はい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 。なんだ、アーマー？アーマーじゃないか。メインか。これアーマーやったら完璧やってんけどな。これ、下、下行こう、下行こう。うわ、レーザー。待て待て。待て待て。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。待て待て。待て待て。お、待て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 。待て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 。よし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 。お、よいしょっと。あぶねえ、マジで。やられるとこやった。オッケー。おーし、いいぞ。最終チェックポイント。さあ、次何来る？スプラッシュボムね。オッケーオッケーオッケー。これは回避余裕です。来た、ほっ、よし。あー、マジで今当たったやんな。いやー、ちょっと待って、もう終わる、もう終わる、もう終わるから、とりあえず、あ、よしよしよし、ナイスナイス、ボム刺さっていく。はい、ここはどうしよっかな。練りコイン稼いだ方がいいよな。どうも、ウルトラ蛇口結構使えてるから。日本橋、あ、日本橋行けるか、これ。あ、でもトラブル怖いもんな。いや、怖い。自販機行こう。クリアすればいいからな。ちょっとチキったな。この20階の普通がどんぐらいなんかってのを、ちょっと覚えてないのよ。はい。うわ、帝王イカ。無敵になれんのは強いけど、正直発生にラグあるからな。しかもポータ、うわ、どうしようかな、帝王イカ。強いかな。いや、なんかむやみに突っ込んで敵陣の中で解除とかなりそうやからやめとくわ。なんかその未来が見えた、今。はいはいはい、これはいけるな。オッケー、ボール行こう。はい、もうボーナスは関係ない。ほんで、ボーナス言うとる場合か。ただでさえ、お前、トラブル&トラブルの、これやってんのにさ、そんなボーナスは言うとる場合じゃないですよ。で、これ、これボムで、オッケー、飛んでけ、飛んでけ。一気に行け、一気に行け。よし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 。はい、これで一回突破はでかいです。はい。おーっと、ここで簡単来るんや。へー、ちょっと待って、20回クラスの簡単って俺行ったことないかも。ちょ、行ってみる？エリアやけど。もういつも20回はさ、チート武器で暴れ回るっていう、あれやってたから。ああ、これか。これやったことあるな。あるあるある。オッケーオッケー。じゃあ、これさえ撃っとけば、多分いけるやつやから。オッケーオッケー。もうこれ撃って回ろう、撃って回ろう。よし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 。よしよし。わ、でもちょっとだいぶ、塗り広げられるな。うん。やっぱちょっと爆風の威力もそんなに高くないから、ほ。言うてそんな、ゴリ。ゴリ簡単っていうわけではないかもしれない。お。そう、ボムと一緒に使うことで一気に割っていこうねという作戦。よいしょ、いいよ。はい。はいはい。あー、でも、メーターが短いからいけるな。はい、24回。もうここは自販機でいいっすね。うん。もう下にえげつないの見えたんで、それスルーっす。はい、25回。これは、まあ、ポータルでいいっすかね、トラブル。でもね、あれが怖いんよ。スケルトン強化&無限アルペジオ。あれが来るとね、マジで積んじゃうから、ここは安心を買います。はい。あーっと、いいですね。いいですね。あれ？クリアするだけやったら簡単やった？もしかして。いや、でも正直最後の大ダコ絶対やばいから。うん。うわ、せや、来るやろ。20回台はそれ来んねんて。スケルトン強化。
これマジですぐ終わらさなあかん、すぐ終わらさなあかん。これはマジで危険すぎる、これは危険すぎる、危険すぎる、危険地帯、危険地帯、やばい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 、うわうわうわ危ない危ない危ない、よし待って、向こう暴れてるなこれ多分。どういった、真ん中行ってる、真ん中行ってるならこっち行こうか、うん、こっちよいしょよいしょ、こっちに吸わせて、オッケーオッケー、あー来た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 、あーもうこれやばい、はいこれで、あーちょっと待って、ボール飛んでったんやけど、うっせやん、やってもうた、あ1個入ってる、そっち入った、オッケー、そっち入ったんやったら、うわ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 、ちょっと待って、あのスプリンクラーどうにかしたいんやけどな、うわー来てる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 、ほっ、いやー微妙、いや微妙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 、打った方がいい、いや物量がすごいんやってマジで、よいしょ、いや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 、待って待って、あかん、終わった終わった、これよいしょよいしょ、ほっ、危ねえ危ねえマジで、あー怖い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 、スペシャル貯めよう、スペシャル貯めよう、じゃ向こうで遊んでくれてる間にスペシャル貯めるわ、どこが簡単やねんってお前ほんま、全然簡単ちゃうやんけ、湧いてきた湧いてきた、やつらがやつらが湧いてきたぞ、危ない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 、じゃマジでバラれてる、マジでバラれてる、あなんか入れてくれ入れてくれて入れてくれてる、じゃそれそれ物にしよう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 、マジでよっしゃよ、ナイスナイスアシスト、よかったー、全然簡単ちゃうやん、あもうこれはもう戻り無理、スキップっす、はい、あでもこれあと全部スキップすれば8スキップして9スキップしてやろ、あいけるわ、オッケーオッケーオッケーこれでええんかと、はいこれでええんかという感じですけども、はい、オールスキップで大ダコ来ました、イエーイ、いやーでもね大ダコめっちゃ強いからね、ここをやれんのかっていう話ですよ、これで失敗したら元も子もないから、はい、さあ行きますか、まずは左にボム投げて、はいパチパチ入れていきます、さあここは後ろは湧いてないので一旦スルーで、残りの雑魚はパチパチで処理していく、よしよ、はい、まあ1段階目はいけそうやな、やっぱ最後が一番難しいから、はいペペペのペ了解、あかかか、甘えんなマジで、待ってや、パチパチとか言うとらんとマジで早い1個潰さなあかんわ、マジで早い1個潰さんと終わらん、よしポータル2個ですでにきつい、うわブドウ出た、ブドウ出た、これボムでやれる、ボムでやるタイプちゃうよな、オッケー、ここはもう、はいよいしょ、これで一気にやって、うわーでもやれてないの、マジか、サウンドバースト、サウンドバースト取っときたいな、これ最後の最後で、最後の最後でサウンドバーストは絶対いるから頼むで、ちょっと待って、鼻かい危な、オッケー、もうウルトラ着地使うわ、ウルトラ着地使うて、もう一気にやります、一気にやらんと終わらないんで、ほっ、オッケー終わった、でサウンドバースト1個補充して、よし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 、そろそろレーザー来そうなんやけどな、うわ出してきたか、はいもうウルトラ着地、よいしょ、 OK で、はい1段階目2ブーススペシャルためる、はいでここサウンドバースト使いたいんですよ、ダメですか、ウルトラ着地は見てもいいんやけど、まず1個潰そう、速攻で1個潰そう、敵生まれる前に、やばい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 、生まれたらやばい、生まれたらマジで速攻潰さないと、よいしょよしよしよし、はいもう使います、はいよし、あマジ、オッケー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 、
オッケー、これでまた2個の状態になったんで、さっきと同じ状況になりました。で、これ潰しとき、はい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 、ちょっとこっちやばいんで、レーザーは来ない、いいよ、はい、アラマンボ潰す、あー、てて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 、危ない危ない、オッケー、よしよし、はい、デコイチラシオッケー、うわ、そこ降りてくるの、そこ降りてくるの、マジ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 、そこ降りてくる、やばいやばいやばい、サウンドバースある、サウンドバースあんねんけど、待って、よいしょ、危な危な、サウンドバース取りたい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 、よし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 、で、ちょ、優先的にこれ潰そう、これだけ潰し、じゃマジで潰せへんねんけど、オッケー、で、今のうちに1個潰したい、え、もう終わり？早すぎる、ボーナスが、まとめて引き寄せて引き寄せて引き寄せて、はい、ここで使って、いやー、やれへんかー、やれへんか、いや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 、ちょっと待って、嘘嘘嘘、危な、マジで大ダコの足硬すぎんねんなー、これ、あー、大ダコの足が硬すぎる、こう切って、オッケー、ここ飛んで、いやー、ちょっとそこウロちゃ着地いくか、着地いきます、はい、よいしょ、オッケーオッケー、2つ目いった2つ目いった、いいよ、サウンドバースト取っとこう、サウンドバースト絶対いる、オッケー、これちょっと潰す、オッケー、ここ飛んでウルトラ着地いけるかな、お、あー、怖っ、ワンチャン普通に敵倒せんくて積むからな。オッケー、ちょっと削ったよ。いや、これさ、これポータル削ってもさ、敵の枠量もしかして変わってない？一箇所から三つ分出てきてる気すんねんけど。マジで。変わってないわ、これ。壊せば壊すほど楽になるかなとか思ってねんけどな。あかがががが。全然そんなことなかったな。こ、よし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 、スペシャルたまる、オッケー、たまった、はい、よいしょー、はい、え、もういける、もういける、もういける、はい、割った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 、よしよしよし、やっと進んだぞー、お、初めてのビーム来た、これ初めてやな、一回も今日使ってなかったんよ、激レア激レア、うわー、ボムミスったー、うわ、これ2匹はやばい、もう速攻潰そう、よいしょ、うわ、潰せへんねんや、マジか、肩硬い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 、嘘やろ、そんな硬いのお前、うわー、ちょ待って、あれやばいあれやばい、これ潰そう、でもこれスペシャル使っちゃって、えー、まだやれ、うわ、ハイパープレス来た、やばいやばいやばい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、さあ、もう行きます、ここは一気に、オッケー、2段階目、よいしょ、はいはい、もうここスペシャル一気に使っちゃって、はい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 、いやー、もう動かないでほしい、動かないでほしい、あんまり無茶を言わないので、じっとするだけしてほしい、ここら辺も敵こやんから、パチパチやっとく、敵さえ倒さなければこれ多分敵湧いてこうへんから、あ、湧いてくんのかな、どうなる、ちょっとそこら辺細かいとこは分からへんねんけど、よいしょ、危ない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 、いやー、でもそんなダメージ進んでる気せえへんな、あー、これ進んでねえな、あかーん、あかん、終わったかも、あー、サウンドバースト出たな、ちょっとそれでマジでもう一発逆転するしかないから、うわ、ちょっと待って、
そのタイミングでレーザー。オッケーオッケーオッケー。マジサウンドバーストじゃないと攻める機会がなかった。マジどんだけ時間かかってんねんっていう話。とんでもない時間かかってるから、いやマジこれ1個潰さないと。無理してでも潰さないとまずいんだって。ほっ、無理してでも1個潰さないと。よいしょ。ほっ、潰せへんのこれ。それで潰せんかったらもう無理やって。マジで行くしかない。よいしょよいしょよいしょ。もうぐるぐる回って、ぐるぐる回って潰そう。あかん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 。あーマジか。いやーマジで無理だこれ。攻める機会なさすぎるわ。はい、というわけで結構な時間頑張ったんですけど、やっぱあの姫のねサウンドバーストがないと最後の3段階目がねポータルすら壊せないという状況になってしまいました。果たしてあれはクリア可能なのかちょっと分かりませんけれども、また機会があればチャレンジしたいなと思います。それではお疲れ様でした。